こんにちは、ゴミクズニート桐崎です。今日はですね、ニートな俺の一日をお届けしていきたいと思います。僕結構アウトドア派よりインドア派なんですよ。そう、陰キャなんです。陰キャだからけど、まあ大体インドアなんですよ。大体家の中が好きなんですよ。ということで、まず僕の一日が始まりました。時刻は夜の12時でございます。ここから今起きてやっと飯を食べます。飯はですね、まあもちろんコンビニです。焦がしニンニク、まあ油なんたらかんたらチャーハン、冷食カルボナーラ、冷食お母さんのなんたらチーズ香るカルボナーラ、冷食ハーゲンダッツ、はいこれ、はい、それじゃあ食べていきたいと思います。今レンジでチンしてるので、それまでスロットをします。これがニートです。ゴミクズの。あんまりですね、僕ギャンブルとかしないんですけどね、昔友達に連れてってよく5号機は打ってました。何だかわからないと思いますが、ニートにとってこれはね、仕事なんでね、遊びじゃないんですよ。最近ですね、シンフォギアっていう台でですね、3万5000発出しました。2000入れて14万ぐらいになったんですよ。やばくないですか。皆さん絶対真似しないでね。大学生乗りで友達に連れて行かれてやったんでね。でこのスロットは親父が買ったやつです。親父がですね、極度のギャンブル中毒だったわけですよ。北斗の拳ですね。はい、こうやってバーンって、はい、激闘って言ったら激アツですね。これで、あの遊びじゃないんで勝負です。ギャンブラーですね、競馬とかそういう麻雀とかしないんですけど、スロットとパチンコしますね。やっぱパチンカスって人として底辺だと思うんですよ。このスロットは5号機ってやつですけど、その4号機っていうスロットが昔30年ぐらい前、20、30年前にあった時代には、借金してまで打つ人が大量にいたわけですね。そのせいおかんの逆鱗に触れたり、やっぱアホがいっぱいいたわけですよ。いやー、熱い熱い熱い。北斗の剣わかります？剣士郎とラオウ。北斗100ですけど、あたたたたって聞いたことあるでしょ。パチ屋でやったらダメなこと。大パン、おら顔しチャンスだ、来たぜおら。はい、これで勝負に勝てば戦いが継続するわけです。はい、これで当たりが継続すると、はい、もうやめます。練習おしまいです。さあ、出来上がりました。これが冷凍食品です。やっぱ体に悪いんでね、本当はね、お母さんに飯作ってもらえばいいんですけどね、当然作ってくれることもなく、やっぱ彼女とかできてね、作ってもらえば一番いいんですけどね、結局こういう食事になっちゃうわけです。それではいただきます。海外ドラマを見ながら飯を食べると、まあ、僕の娯楽です。アニメとか海外ドラマを見ながら一日のんびり過ごすことです。あ、うまこれ、うまいわ。これおこぎの部分があるんですよ、冷凍食品なのに。これ考えられてますね。待って、マジうまいわ。炭水化物で炭水化物を食べると。やっぱり東海の柴湯さんがね、俺頭おかしいと思った出来事があるんですよ。白ご飯をチャーハンで食べてたんですよ。ちょっとおかしいと思いません？そこが面白いんですけどね。まあ、こんな感じの一日です。で、今から俺はベイブレードを開けます。今日の日程、それだけ。ゴミクズニートです。こんにちは、こんばんは、HV ザ、木崎英二です。今日はなんとこちらを買ってきました。子供の頃めっちゃベイブレード見てて、バク転シュートベイブレードってみんな知ってる？その見てた時のこと思い出して、久々にバク転シュートベイブレードっていうアニメ見たんよ。したら懐かしすぎて、で、子供の頃ね、クリスマスプレゼントとか誕生日プレゼントに親に買ってもらってたんだけど、まあ、いろんなベイブレードの種類があって、で、めっちゃ売り切れもすごくて当時。俺と同級生ぐらいの年の人、21歳、22歳の人はわかると思うけど、全然買ってもらえなかったんですよ。で、この大人になった財力でベイブレードをね、何歳の時でやってたの？ 5 歳ぐらいの時か。16年ぶりにベイブレードを始めるという、メルカリで落札しました。これ3万円ぐらいしました、全部で。で、何がすごいかというと、僕買ったきっかけがですね、今子供たちがやってるのはベイブレードバーストってやつなんですよね。その間にメタルファイトベイブレードってとかのがあって、で僕はバク転シュートベイブレード、あのタカオとかカイとかレイとかマックスの世代なんで、よく見てたんですよ、あの頃。開封します。マジで懐かしくなって、もうこれ打ってませんからね。3人シトン、バク転シュートベイブレード2020年 V セット。うわ、やべ、懐かしい。僕見てたベイブレードって2002年のやつなんですけど、それが2020年のやつで復刻して帰ってきたみたいな感じです。わかるかな、これ世代の人。俺と同級生は絶対わかってくれる。アニマックスとかキッズステーションでずっとやってたんですよ、石川県も。友達とかと一緒にベイブレードやってました。わかります？これ。ちょっと開封しますね。いきますよ。てん、うわ、懐かしい。うわ、やばいやばいやばい。脳汁出そう。すごいですよね、でも。18年とかの時を経てまた復活するってやばいですよ。今のベイブレードバーストとかよくわからないんですけど、その昔のベイブレードをそのままバーストバージョンにしたみたいな感じなんですよ。懐かしい、ほら。バク転シュートベイブレードとはってちゃんと説明書いてありますね。ちょっとピンボケで見えてないけど。タカオ、カイ、レイ、マックス。これ第一ですね。うわ、やべえ。で、僕はレイとカイがめっちゃ好きでした。マックスも好きだったんですけど、またこの5人全員好きでしたね。それ、はじめ社長の動画見てて、めちゃくちゃ懐かしいと思って調べてたら、昔のベイブレードがリメイクされて発売されてたって感じです。これ1万8000円しました。本当は1万円もいかないぐらいなんだけど、僕買うのめっちゃ遅れて、これ出たのが多分今年の最初ぐらい。ベイブレードちょっとやろうかなと思って、いきますよ。これ開きますよ。やばいっすよ。僕は世代にしかわからない世代の人にしか。それとも、おい、やっべ、これほら。この昔のベイブレード、やば。やっべ、え、待って、マジで懐かしい。え、すげえ。え、ちょ、ほんとに、これ、ほんと嬉しい、今。わかる、これ。で、多分、ベイブレードの作者がまた書き直したんですね。で、ここのベイブレードもバースト版になってて、懐かしい、これ。教授とか懐かしい、こいつ。多分、今、このサブちゃん見てる子供たちはわからんと思う。この興奮が。見て、これ。懐かしい、これ。
ちょっと開封するね。マジで懐かしい。動画で久々に興奮してるわ。いつもちょっと頭おかしいですけど、今日より頭おかしくなりそうです。開けますよ。やば、ほんとやば、この箱も取っておかないと。うおーやべ。てか、この箱の下に聖獣が書かれてますね。聖獣って言うんですよ、このモンスター。まあ、言ったら、ただのコマ遊びなんですよね。コマ遊びなんですけど、ほら、見てください。ドラグーン、ドランザ、ドラシエル、ドライガー、ガイアドラグーンですね。で、この当時のやつをまた遊べるっていう、やばいね。で、シューターも入ってるんですよ。当時を意識した。シューターっていうのはベイブレードを回す機械のことです。まあ、結構前からこの昔バージョンで出てたのかもしれないけど、やっぱお金もなくてですね、高校生の時とか、今なってベイブレード買ったって感じです。これ見てください。わかります?これ。このドラグーンがあるんですけど、このドラグーンのシューターをそのまま意識したみたいな感じのやつで、当時の記憶が曖昧になってて、やっぱガキの頃だったから、シューターの使い方とかわかんないです。今のやつ。あ、いけた。これシューターです。やっばやばい、これ本当に興奮。このね、ドラゴンワインダーって言うんですけど、これが懐かしい、この形。じゃあちょっとこの部分にシール貼っていきます。一応これにシール貼っていきます。いやー、やっぱ幼少期の頃思い出しますね。うわ、懐かしい、この貼り付ける感じ。これガイアドラグンです。はい、すべて貼り付きました。やばい、もう幼少期の思い出がすべて込み上げてくる。買ったのはこれだけじゃないんですよ。これだけやったら遊べないですよ。スタジアムがないから。だから僕はメルカリで1万円で再び何かを買いました。めちゃくちゃ厳重に梱包されてますね。はい、このベイブレードのね、シューターとかをね、大量に買いました。普通のベイブレードもバーストの。マジでアニメ見てやりたくなったんですよ。M フローのバーバルが歌ってる曲覚えてます?オフトチェーってやつ。これですよ。これがあったらもう戦いがすぐ楽しめると。まあ中古なんでちょっと傷あるんですけど。はい、それではお父さんとやります。僕ドラグーン使います。で、お父さんドランザーです。お父さんは青色。俺は白色。いくよ。3、2、1、ゴー、シュッ。やべ、負けた。俺ついえ。いや、3、2、1、ゴー、シュッ。俺が下手くそ。おい、うめえな。もう一回もう一回。俺めっちゃうまいやん。昔小さい頃やっとったやん、よく。やっとったな。3、2、1、ゴー、シュッ。ほら、これ、ベイブレードバーストって言って壊れるやつやねん。は?壊れるベイブレードやねん。当たったら。そうなの?これどっち買った?今、同点やねん。うん、ちょっと、にゃーやな。はい、3、2、1、ゴー、シュッ。ちょっと上目にした、俺。お、いけ!いけ!ドラグンいけ!いけ!なんや、ブルーなんやったっけ?ドランザや。ドランザいけ!あー、負けた!ちっしょ!破壊された。おもれえな、もう一回やろう。これ、あんま強めにやるのがいいやん。うん、強くすぎてんよ、俺が強すぎてん。俺が強すぎて、俺めっちゃ力ペアってたもん。これは?そう、あんま強くやりすぎたらダメ。子供のおもちゃそれさよ。もうやらんぞ、今度。オッケーオッケーオッケー。うん、開いた。お金かけたらやる気すっけど。お金かけたらやる気すっけど。こんなもんかけんなクソもん、マジで。マージャン自身や。なんでベイブレードでお金かけたの?買ったら、買ったら1万円とか。はい、行くよ、はい。え、今度いいの?いい。お前、崩していない。あー、バカ、触ったらまたなんか変になるやん。オッケー、もう一回しかするんじゃん。行くよ。3、2、1、ゴー、シュッ。いいんだいいんだ。いけいけいけ。ブルー何やったっけ。ドランザいけいけ。よし、これ面白い。いいねいいねいいね。お、ああ、